国鉄多機5750系貨車は、1966年から製作された濃硫酸専用の40トン積貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車籍編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車籍を承継している。重化学工業の各分野で広範に使用される濃硫酸を輸送する貨車の一形式で、1966年12月3日から1975年1月20日にかけて500両が川崎車用、汽車製造、富士重工業、日立製作所、日本車両製造、新潟鉄工所で製作された。工業生産進展に伴う輸送需要の増大に対応するため、荷重増、輸送効率向上を基とした種々の軽量化対策を採用し、非石油系化製品液体専用車では初の40トン積を可能とした。1968年10月国鉄ダイヤ改正に伴う老朽車両の取り替え需要もあって大量に製作され、500両の総製作数は濃硫酸専用車の最大となった。1974年のタンク車構造基準改定で、フレームレス構造車の新規製作が禁止され、保安対策に伴う諸基準の改定に伴い、1976年以降は、安全対策のための諸装備を付加した新形式多機29300系の製作に移行し、本形式の製作は終了したが、以後も濃硫酸輸送の主力形式として各地で使用された。1987年4月の国鉄分割民営化では491両が JR 貨物に車籍を承継され、1995年度末時点では369両が現存していたが、運用範囲は全時減少し2008年3月までに事実上用途を喪失している。2010年4月1日現在15両が在籍している。本節では各形態間に共通の箇所について記述し、特有の仕様については後節にて記述する。積載荷重40トンの腐食性液体輸送用に軸ボギータンク貨車で荷重増大に対応しつつ、運用制限を課さない汎用車としての用途とも両立させるため、諸制限の限界まで車体各部の軽量化を図った設計で製作された。タンク体は全車とも自家円筒形状で一部を除き、実用積は 21.3 立方メートル -22.0 立方メートル、設計比重は 1.81 から 1.86 である。軽量化の必要から鋼材に鋼体構成鋼を用い、強度を確保しつつ、板厚を薄くしている。発煙硫酸兼用車では、設計比重を高くし、タンク事業積を相応に縮小している。台枠は、車体側面の側張りを省略している。これは自重軽減のための措置で、同様の理由から、車体幅方向の台枠部材である枕両、端張りは、長さを短縮し、車体幅を強小化している。車体長方向中央を貫通する中両が牽引力や車単衝撃をすべて負担する構造であることから、中両の部材は断面形状を応力に耐えうる形状として強度を確保している。これら軽量化対策の結果、自重は 13.7 トンまで軽減され、積車時の最大重量を54トン以下に収めて、運用制限を回避し広範な運用を可能としている。車両全長は 18,800mm で、記号番号表記は特殊表記符号、こう前置し、小滝と表記する。専用種別表記は、濃硫酸専用発煙硫酸兼用車は、濃硫酸及び発煙硫酸専用で、1979年10月までに、化成品分類番号、新84が表記された。車体の外部塗色は黒色である。二役装置は、タンク体中央上部に、弁装置等の配管類を集中して設け、積荷の搬入は上部の注入口から、搬出は空気弁から空気を注入加圧して、上部液出弁から行う、上入れ上出し方式である。タンク側面外部の液出管、空気管は当初より装備しない。台車は国鉄貨車の標準形式であった、3ピース構造の台車 TR41C 型で、中高性の台車側枠と一体成形された軸箱部、平軸受けの軸箱支持方式、重ね板バネの枕バネは、他の TR41 系台車と共通の仕様である。後年製作の車両では枕バネを20コイルバネに変更し、オイルダンパを併設した TR41E-13 型を装備する。ブレーキ装置は制御弁に計3動弁を、ブレーキシリンダに UC 型作動シリンダを用い、積み荷の有無で2段階にブレーキ力を切り替える積空切り替え機構を併設した。KSD 方式である。最高速度は時速 75km である。45トン積納硫酸専用車。1968年に5両が日立製作所にて製作された。35トン積リン酸専用車。1968年から1978年にかけて14両が川崎車両、新潟鉄工所、日本車両製造にて製作された。製作時期により、形態の差異があり、本形式の仕様に基づく車両は1968年に製作された5両である。40トン積カオリン液専用車。1973年から1974年にかけて5両が富士重工業にて製作された。1987年4月の国鉄分割民営化時には、前車の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では全車健在であったが、1997年7月に5両、一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。